ヤガチャガチャンネル。あこれね、この H マークに従うようにすると、これによって、トゥルーエンドというかグッドエンドまで誘導してもらえるんですよ。なので重要そうなシーンだけは、ご覧に入れながらこの H を打っていこうか。さあ植木鉢チェック。こうして、ああほんとだらしねえので、上見てたから落ちてきたの避けるんだよね。で、ああちゃんと固定とかしておいてほしいよな、にするのか。でそこが水木の部屋っていうのがセリフが出て、さらに美月が襲われると。で三角が入ってるから少なからず一回見てるシーンってことだな。じゃあちょっとまた気になるとこまで飛ばしていこう。さあトリックに関係する選択肢まで来たけど、隣のベランダかあったけどそれ以外のところって言ってるね。もし隣のベランダや上から来たのではないとすると、部長お話が。僕は部長にバイクの男に美月が襲われたことを話した。さすがに美月の記憶喪失の話はしなかったが。そう、でもあの時は郷田と花園はリビングにいて、私は自分の部屋にいたわ。ベランダ自体に誰か通れば気づかないはずはないと思う。でも一応気をつけてた方がいいわね。よく話してくれたわ。さあというわけで今んところほとんど変わんない。あのお墓調べてお墓通ってるっていうところに関してはその通りっていう感じではあるんですがって感じですね。まあちょっと引き続き見ていきましょう。あー犯人のところ心配ないようにしたけど顔は見たのになってますね。見たのかもしれないけど、怖いっていうことだけが一番印象に残ってて、でも何か気になるの。もしかしたら前に見たことのある顔のような気もするんだけど、でも思い出せないの。悔しいけど。脅かすつもりはないけどバイクの件もあるしね、見間違いって簡単に考えない方がいいかもしれない。やっぱりそう思う？うん、大変かもしれないけど少し慎重なくらいが今はいいかもね。できるだけ僕も注意して美月のこと見てるから。守ってくれるの？どこまでできるかわからないけど、できる限りのことはする。美月を守ってみせる。鼻血出して倒れても？出しながら守るよ。それはちょっと嫌だな。じゃあ止めてから守るよ。ありがとう。喋ったらすっきりしちゃった。もう大丈夫、ぐっすり眠れそう。美月ばっかりずるいな、こっちは目が覚めちゃったよ。え、どうすればいい？おー、もう少しセリフの練習しないと。そうだな、もう一回だけ稽古させてくれる？わかった。正直に答えて、なぜ残していったの？残してないよ、君の肉体も意識も、そして存在も。存在も僕がここにいるってわかるの？もちろん、君は確かにここにいて僕の腕の中で必要な存在として成り立ってる。僕が必要な存在、アドリブにしてはできすぎだね。で、この脚本では次はどうなるの？ヒロインは目を閉じたまま主人公に顔を向けるっていうのは？なんか主人公に都合のいいシナリオだな。おお、キスしちゃったね。誰かいる。まさか気のせいだよ、誰も望んでなんかいないって。めっちゃ女慣れてる髪撫でしてんな。おいおいおい、
主人公ずいぶん最初はなんか童貞臭かましといたくせしやがって、なんか急に俺余裕だしこいつ俺の女ですみたいな顔しやがったの。そうどうなる？リスク1番、すいません、ここで終わりです。僕は正直だよ。僕自身の考える言葉でいつも違うの。無意識の中のあなたの声を聞きたいの。義務としてではなく、意思としてではなく、僕から湧き出てくる吐息。じゃあこのままでいいんですか？いいの、続けさせて。カメラ回します。それはあなたの喉の奥から生まれてくる震え。あんなシーンなかったね。今のテイク良かったですね。最後のアドリブも生かしときましょうか。ああそうだね。大あくび。さて海で遊ぶのは変わんないね。だから海で遊ぶの子も変わんないし、あのメガネの子も意外と胸あるじゃんっていう、あの子サブキャラだけど人気出そうっていうのも変わんないね。で線香花火して、でこれのままなんだ、次行くとしたら病院のシーンで変化があるかないかがみたいな感じか。そうね、ここに関してはさして変わらず飛ばせるみたいだから次のところまで行くか。さあ病院のシーンまでやってきましたけど、病院のシーンまでやってきて提示する選択肢はどれだ。さて包丁振りかぶられて一回やられて、凶器か足狙うか逃げるだったよね。足を狙おう。あー足を狙おうはさっき一回見たね、スーパーストライディングだね。でルートが変わってんのかしんないけど、飛ばしができない、既読判定がなぜか入ってない。で追いかけて、この後はあれじゃねえかな、奥にミツキいてバイクがあって、でもってミツキの写真を入手するんじゃねえかな。やべえ、完全に届ける側じゃなくてダブルキャスト楽しんでるだけになってますけど、皆さん大丈夫ですか、楽しいですか。やっぱり写真ゲットしますね。でまた既読判定が入って、まあこの後は美月の看病に付き合うルートになるだろうが、なるだろうが、あれだな、三角、待って、写真、あ、写真のことが話せるようになった。それが変なんですけど、道端に封筒が落ちていてその中に写真が入ってたんです。写真？誰の？多分美月の高校時代のものじゃないかと。テニスしてるんですけどね。これ？そうです。これがこの封筒に入ってたんです。なんでこんな怪我してるの？どうして？君は佐久間に騙されて僕と一緒に殺されかけたんだ。覚えてないの？いいんだ美月、今は怪我を治すことだけを考えよう。美月がここにいるってことを知ってるのは僕と部長だけだから。大丈夫、もう佐久間になんか襲われたりしないよ。本当に佐久間さんに襲われたの？思い出せないのならその方がいい。セリフが全然違うね。ゆっくりお休み。美月ちゃんのことは気になるだろうけど、ここは任せて。あなたは編集作業をお願い。帰るんだ。わかりました。ね、彼女のことよろしくお願いします。あんたも怪我してる。で次公開だよね。これ一回違和感があったシーンのやつだよね。なんかおかしいんだよなこのカットのつなぎ。
この連続した事件は一体何なのだろう。僕への嫌がらせ、二度も襲われる美月、一番怪しいとされる佐久間は行方不明。犯人の目的は何なんだろう。おー、そういえばあの写真、この写真の意味は一体何なんだろう。2枚とも美月の昔の写真だと思うんだけど、でもなんでこんなものをあいつが持ってるんだ。それになぜこれを忘れていったんだろう。あとなんかこの事件納得のいってないところがあるんだよな。まさか、いや確かに辻褄が合ってない。どうしてあんなこと言ったんだろう。あれ、この写真、そうか、だから変なんだ。そうだとすると、瞬間自分の背中に浮かびました。でも一番辻褄が合うような。これだけじゃよくわからないな。逆に考えてみよう。あの時美月の部屋のベランダに忍び込み、僕に植木鉢を落とすことができる人間、確実なのは一人だけいるけど。わかった、協力者が必要だ。この事件を解決するには電話してみよう。二村に電話だ。もしもし、うん、悪いんだけど手伝ってくれる？あ、じゃあまた後で。これで大丈夫かな。もう一人いてもいいのかな。誰に電話する？部長に電話だ。もしもし、あの協力してほしいことがあるんですけど。はい、じゃあお願いします。これで事件は解決するのね。はい、わかったわ、気をつけて。さあ、事件解決に、ねえ、要はあれですね、完全に推理編に一回分岐したようなイメージでございましたね。さあ、というわけでね、今回はちょっとがっつり進むんじゃないかと思いますけど、見ていきましょう。ここは途中まで見たところだけど飛ばないか。あ、できたんだ映画。まださ、NG のシーンをカットして粗く繋いだだけだから。そうなんだ。他の部員の人たちは？あとは二村が来るはずなんだけど。はい、私。どうしたの？もう始まってるよ。どういうこと、二村君。殺されるって。もしもし？もしもし？なんか変なのよ。殺されるって言って切れちゃった。心配だから部屋まで覗きに行ってくるわ。僕も行きます。美月はここに。私だけ行ってくる。何かあったら連絡するから。大丈夫、僕はここにいるから。ありがとう。ごめんね、取り乱して。でも今は怖いの、一人になりたくないの。わかったよ、ちゃんと君のそばにいるから安心して。うん、そうだ、美月見てごらん。編集してて気がついたんだけど、何かちょっとおかしいんだ。え？僕もうっかりしてたよ。カメラ回すので精一杯で、きっとそこまで気が回らなかったんだ。どういうこと？この映画のヒロイン、シーンによって右利きになったり左利きになったりするんだ。君はどっちが本当の利き腕なの？美月、この人知ってるよね？知らない。そう？南西総合病院の森崎先生って言うんだけど。確か名前は、志保ちゃん。志保？
いえ、志保ではなくて、美月。美月ちゃんは志保ちゃんのお姉さんよ。もう亡くなってどれぐらい経つのかしら。亡くなった？まさか、死んだってことですか？あなた、何も知らないの？お姉さんのことも、志保ちゃんの病気のことも。ちょっと待ってください。美月、赤坂美月さんって人は、もうこの世にはいないわ。この世にいない？あの、妹さんの志保ちゃん？その志保ちゃんって人は生きてるんですよね？ええ、何もなければ今でも。実は今、僕の近くに美月っていう人がいるんです。でもその人、記憶喪失なんです。記憶喪失？で、その美月って人はここの病院の封筒の中に入っていたという写真の人なの？多分、同じ人だと思います。まさか、また彼女は自分のことを美月って言ってるのね？はい、それで名前だけを覚えていて僕に教えてくれました。あの、病気って体じゃなくて心の方ね。あなた、志保ちゃん、あ、じゃなくて、赤坂さんの恋人ね？ええ、まあそうなんだよな。医者なら自分の患者のことをベラベラ喋るわけにはいかないもんな。まずかったかな。他人に話すことじゃないかもしれないけど、あなたには教えておくべきかもしれない。これ、彼女の診察記録を編集したものよ。さあ、あなたの昔のことを順に話していってごらん。私たちが5歳の時、両親が交通事故で亡くなりました。そのため、私、志保と姉の美月は中学を卒業するまで田舎の祖父母の家で育てられました。中学を卒業した私たちは上京し、アパートを借りてそれぞれ別の高校に進学しました。幸い両親がきちんと生命保険に入っててくれたので、生活に困ることはありませんでした。私たちは、それは仲の良い姉妹だったの。そんな時、美月ちゃんに恋人ができたのね。けど、その男が女を食い物にする悪い男で。騙された美月ちゃん、男性不信になってノイローゼになっちゃったの。そしていつの間にか男に対して異常なくらい憎しみを持つようになったのよ。それからどうなったと思う？美月のやつ、男を嫌うばかりか、私が男と喋ってるのを見ただけで家に帰ってから私を殴るの。何言ってるのよ！それもこれも全部志保のため。私の愛する志保だけは私と同じ目に合わせはしない。男に近づけば後できっと痛い目に遭うんだもの。だったらその前に私が志保にきつくお仕置きすれば、志保は男から離れるでしょ。それで志保が痛い目に遭わないのならこんないいことはないわよ。けどあいつは私の言うことを聞かずに男なんかと付き合ってる。志保には、私は男に裏切られ、そして志保にも裏切られた。だから私は、お姉さんの美月ちゃんの遺体を発見したのが志保ちゃん。男性を避けさせようとする姉からの妹に対する異常な愛情と、その裏返しの狂気に満ちた仕打ちによって、志保ちゃんの心も病んでいったの。それで志保ちゃんもここで私のカウンセリングを受けていたのよ。そんなことが。どう？思い出してきた？昔のこと。なんで君が怪しいと思ったのか教えてあげようか。君は僕に言ったよね。
クマさんから電話があったの。あなたが怪我をしたから助けに来てくれって。おかしくない？どうして佐久間さんが僕の家に君がいるって知ってたの？もしかしたら美月が家に来るのを見ていたのかもしれない。でも佐久間さんは僕の PHS の番号しか知らないはずなんだ。 PHS は僕が出かけるときに一緒に持っていた。いや、もしかしたら住所から僕の家の一般回線の番号を調べたのかもしれない。仮にそうだとしたら佐久間さんとの通話は電話の親機に記録されてるはずなんだ。うちの留守電は受話器を上げた瞬間から記録できるようにしてある。でもテープには留守電の記録が入ってない。私が留守電を解除して佐久間さんの電話を受けたの。そしてもう一度留守電をセットしたのよ。ああ、そうなんだ。でもうちの電話、暗証番号を入れないと留守電の解除もできないし、内容も聞けないようになってるんだよ。設定解除します。留守録音一件です。今の君の意識はどっちなんだい？あれだね、なんか久々に見てるけど綺麗だね、伏線ね。志保？それとも美月？かわいそうに姉を失った悲しみと美月ちゃんからの肉体的虐待によって志保ちゃんの人格は分裂してしまったの。でも今は何かのきっかけで記憶喪失になっている。つまり志保ちゃん自身の人格が一番奥に引っ込んでしまっているの。普段現れている人格は美月という名前だけ語っている仮の人格。ただ何かのショックで志保ちゃんの中の美月ちゃんの人格が出てくるみたいね。志保ちゃんの中の美月ちゃんは嫉妬深くて凶暴でとても危険だわ。それに志保ちゃんを溺愛していて彼女が心を許した男性を襲う可能性があるの。だからくれぐれも彼女には気をつけてね。